そういうふうに言ってくるやつは早く受験終わらしたいっていうひがみを持ってるだけだから、ほんまに気にせんくて、気にしてほしいのは、じゃあこの指定校を取ったことによって将来への投資をするかしないかな。さあ具体的にはどんなことを相談したいなというふうな感じですか。マナミズムに入って成績上がるのはもちろん実感できてて、本前のオンライン模試も法政目指してて、法政の判定は B だったので、そこは自分は嬉しかったので、うん、嬉しかったんですけど、真剣模試とかだったら全然取れなくて、周りがすごくて、あ、やっぱ自分ってまだまだなんだなと思ってちょっと萎える時があります、うんうん、なるほど。真剣模試って何の模試？記述模試？共通テスト模試？全部です。基本うちの生徒で大体そうなるから心配せんでいい。オンライン模試の塾内テストの結果で全部見たらいい。言うたらセンター試験の時もそうやし、今回の共通テスト模試とか記述模試って全く次第と傾向ちゃうねや。もちろん次第に受かるだけの思考能力があれば解けるよねっていう問題がまあほとんどではあるんやけど、でも実際はそんな簡単にはいかないから、だから共通テストの対策めっちゃ本気でやってて受けに行って全然無理やったんやったらそれは悲しい気持ちになるけど、普段その次第のための勉強をしてる子がいきなり共通テストもし受けて国公立とか大手の予備校って大体共通テストとかセンターの対策めっちゃやらせるから、全員基本国公立に行かすのが至上命題みたいなとこあるし、東進とか大手とかは。だからそういう子らとあんまり比べんでいいよ。普段から E 判定とか D 判定の子なんぼでも今までカンカン同率通ってきてるし、っていうかそっちの方がむしろちょっと多いんちゃうかなってなるぐらい。だからセンター試験本番112点でしたってやつが関大の試験本番180点でしたなんてことは普通にあり得ることや。だそんないうもんやと思っといたり、その今後も取れなくてもそこまで落ち込むことはないってことですか。うん、落ち込むことない、落ち込むことない。結果出るのなんかだいぶ時間かかるしな、そこが取れないから受からないわけじゃないし、気にせんでいいよ。まあとはいえ気にしちゃうと思うから、結果出せるに越したことはないんだけどな、はいはい、自分指定校欲しかったので定期テストめちゃくちゃ頑張ってオール5だったんですよ、1学期が。マジ？うん、オール5で指定校がもらえそうだったから、うん、周りからお前もう勉強せんでいいやろとか言われるんですよね。やっぱりそのなんか区別されてきたというか、なんかちょっとそれがちょっとなんか勉強はしてるんですけどあいつら持ってるからどうせ向こうは家帰ってもあいつは勉強しないやろとか思われてるので、それがちょっとなんか勉強してるのにちょっとあれです。でどうしたい自分では今。成績をバシッと出したら自分が勉強してるってことをアピールはできると思うんですけど、全然できてなくて、学校の成績だけ、学校の成績って本当やったらやった分だけすぐ取れるじゃないですか、うんうん、真剣模試とか他の模試とかだったら全く出てないから、やっぱり定期だけ頑張って楽で受かろうと思ってるみたいなことを思われてるのがすごく嫌で、自分めそういうことね。しっかり自分で勉強しててオンライン模試とかで結果出てることが分かってるだけじゃ物足りない。周りにも自分の努力をしっかり見てほしい。その指定校となったら逃げたとか思われたくないから、やっぱり結果はついてきてほしいです。なんで指定校が逃げやと思う？やっぱりその学力も問われなくて一般入試より全然先にやるから、うん、早く終わりたいって思われがちだと自分では思って、うん、それは指定校で受かった後何もしない人間に対して思うことやろ。俺受験で得れるものたくさんあると思ってるし、それは目標に向かって頑張る気合というかひたむきさみたいなものも学べると思うし、他には何やろうな、自分がうまいこといかなかった時にどうやって自分の感情をコントロールしてどうやってうまく進むようにそれを変えていくかであったり、いろいろあるやん、やれることが。でも指定校が羨ましいと思うこともあんねやん。で俺が羨ましいと思うのは、受験という厳しい戦いをしなくて済むからじゃなくて、受験が早く終わったことによって自分が大学に入ってからやるはずの勉強やったことを先取りして全部自己投資に使えるやん。その時間、例えば TOEIC 先に点数取ってたら大学の英語の授業を取らんでも単位認定してもらえんねん。大学で例えば俺やったら商学部で簿記っていうのを勉強してたけど、簿記のやつ先勉強してて4月の試験受けたらもう単位認定されるから授業行かんでよくなんねん。で努力をしてたら何も思われへんし、そっちの方が正しい努力の仕方やね、はい、だって変な話、古文とか社会とか勉強したところでどうせ今使わんし、大人になってから古文とか、はい、いつ読むんっていう話やし、古文とか、
やけど、じゃあ受験で古文やる理由って何って言ったら、大学の4年間という大学のその時間を得るためにやっぱ受験してるっていう風な感覚が強い俺は、うん、やからそれを先取りして4年半にしてるわけやんか、指定校推薦で。でもそれが指定校を取れたからもうだれてしまってたら、言う通りあいつ逃げただけとか全然勉強してへんし、どうせ定期取れてただけやろって思われると思うね。やけど自分が英語の勉強とか第二外国語の勉強とかしてて、それでなんか言ってくるやつは友達じゃないから縁切るよ。それかどうせ今はなんか好きかって言われといても大学入ってからつるむことなくなるから、そういうやつとは。でそれが逃げたとか言うんやったら、じゃあお前らも楽できるように努力しとけばよかったやんっていう話やんか。でもそれをしないと決めたのは高校2年生のあなたでしょっていう話やん。高校1、2年の時のあなたが、もう俺は定期テストいいわってなったんでしょっていう。でもその期間俺は頑張っとったんやから黙っとけよっていう話やん。まあ簡単な話、1週間前とテスト週間を入れたら約2週間が5回あると考えて、高1高2で計10回かけ2週間やから20週間分ぐらい言うたら受験勉強してたわけや、定期テストの子は、はい、で今年はコロナがあったから1回やから22週間やんか。ってことはだいたい5ヶ月以上分ぐらいは勉強してんねん。ほな今から本気で勉強するのと同じだけの期間も勉強してきたんやろ、指定校で。じゃあ俺からしたら何も思わへん。そういう風に言ってくるやつは早く受験終わらしたいっていうひがみを持ってるだけだから、ほんまに気にせんくて、気にしてほしいのは、じゃあこの指定校を取ったことによって将来への投資をするかしないか。でしない人間になるんやったら指定校で行って得れるものなんか何もない。大学の名前だけしか得れない。でまた単位取るためだけに勉強して、それなりの企業に行き、それなりの生活をして、それなりに人生を終えることになるだけやから、それはなんかちょっと面白くないやん。だからいっぱい勉強し、指定校取ったら、取れたらね、まあ取れることが確定してるわけじゃないと思うけど、取れたらいっぱい勉強したらいいよ。自分の興味のあって自分自分がやりたいと思う学問、領域、分野を。でそれを否定してくるやつは大学入ってから自己投資に時間割かれへん人やから、マジで気にせんくていい。そういう意味で俺マジで高1から勉強して指定校を取っててよかったなって心の底から思ってます今、うん、受験で入れることはあんねんね。学びズムにも出会えたし、高2の頃からずっと育ててもらえたし、すごく良かったんやけど、別にそういう意味では受験をして、受験せんかったら出会えてないし。だけど、うん、そうやな、受験せんくて済んで、自分にとって必要な、自分の将来血肉になっていくような勉強をもっと早くたくさんできてたら、もっと成長できたやろうなとも思うな、やっぱり。だからそこはね、あんまりマイナスに受け取りすぎない方がいいよ。最後まで見てくれてありがとう。このチャンネルの無料特典であなたに合った英単語帳診断というものを受けていただけます。いくつかの簡単な質問に答えるだけで、君の志望校や特性に合った英単語帳を紹介します。概要欄に URL を貼っておくので、ぜひ受けてみてください。では次回の動画もお楽しみに。